パンデミック、半導体不足、ウクライナ情勢など、複数の要因が重なり、自動車の販売価格は上昇傾向にあります。値上げをしなければ赤字になる。ロシアのウクライナ振興により、ただでさえ高い原材料費がさらに高騰し、自動車のさらなる値上げが避けられなくなっている。自動車メーカーが現在置かれている状況は、米国の振興企業、 リビアンに見て取れる。リビアンは、新型の電動 SUV や、電動ピックアップトラックの納車を待っている顧客に、対し、約1万2000ドル、約140万円の値上げを発表し、彼らの怒りを買ってしまったのである。苦情が殺到したため、すでに予約した顧客分は、元の価格に戻したが、これから予約する人には値上げを保守した。 リビアンの RJ スカリンジ CEO は、初刊で発売時から多くのことが変化した車を作るための部品や材料のコストはかなり上昇していると述べている。一方、フランスでは3月、ダチアの値上げをメディアが取り上げた欧州サイヤスとも言われるベースモデルのダチアサンデロの価格が心理的に重要な1万ユーロ、約130万円の大台を超え、 1590ユーロ、約137万円に上昇したのだ。ステランティスも14のブランドで車両価格を改定することを示唆した。カルロス・タバレス CEO は3月初めに開催されたイベントで原材料のインフレをカバーするために価格を上げている。値上げをしなければ赤字になるとジャーナリストに語った。ロシアによるウクライナ侵攻以前から鉄鋼、アルミ、 プラスチックなどの原材料価格は上昇していた。昨年、経営コンサルティングなどを手掛ける KPMG 社が1000人以上の自動車関連企業の経営者を対象に行った調査では、最も懸念される分野はサプライチェーンであり、約半数が最近の商品価格の変動が今後1年間のビジネスに与える影響を 非常に、あるいは極めて懸念していることが明らかになった。今、ロシアの行動と欧米の制裁がさらにそれを押し上げている。ジェフリーズ銀行は報告書の中で、これは既存の問題の新たな急増であると述べている。ロシアは、パラジウムやプラチナといった触媒コンバーターに、不可欠な貴金属、アルミニウム、銅、ニッケルなど、 あらゆる金属の主要供給国である供給が足りないバッテリー素材。ニッケルは特に最新の NMC811、ニッケル8、マンガン1、コバルト1の割合バッテリーにおいて巨大なコスト要素となっている。ニッケルの供給に対する懸念からロンドン金属取引所、LME の価格は3月7日に1トンあたり10万ドル。 1> 約1180万円を超え、前週の金曜日の29,130ドルから、急騰。取引を一時停止する事態に至ったリチウムも、また、e、EVO バッテリーの重要な要素であり、高騰している需要が供給を上回っているのだ。コンサルタント会社グローバルリチウムのジョー・ローリー社長は3月7日、GM、フォード、BMW、メルセデスベンツは、 野心的な計画を実現するのに十分なリチウムをまだ入手していないとツイッターで述べた従来の自動車材料も値上がりしている3月7日にはアルミニウムが過去最高値を更新し3月8日にはステランティスのタバレス CEO が現在約25%の輸入鉱材関税を引き下げるよう米国と欧州に求めた自動車メーカーは 消費者への影響を減らすためにコストを吸収しようと懸命に努力している。特に EV への移行は価格インフレを引き起こすからだ。その結果、サプライヤーとの間に緊張関係が生まれ、サプライヤーも自らの価格上昇に苦しんでいるハンドル、エアバッグ、シートベルトなどの部品を製造する大鳥部社は1月、主に鉄鋼、繊維、 プラスチック、その他金属などの原材料の値上がりが原因で、全市販機の利益が43%減少し、6000万ドル、約71億円になったと発表した。同社のミカエル・ブラッド CEO は、1月に行われたアナリストとの電話会見で、2022年も引き続き、原材料によるかなりの逆風が吹くと予想していると、述べた。自動車メーカーは、 もっと安価な原材料を探している。例えばバッテリーでは、テスラのように、ニッケルフリーの LFP、リン酸鉄リチウムバッテリーを使用するメーカーも、出てきている。電気モーターの面では、出力密度は高いが、ネオジムなどの高価なレアアースを多く必要とする、永久磁石モーターに代わるものを各社が模索している。 英国の調査会社イドタシェックスによると、ネオジムの価格は2019年から2022年1月の間に200%以上高騰しているという。また、2021年には EV に搭載される電気モーターの約83%を永久磁石モーターが占めるが、一部では他の技術に切り替わっているとのこと。BMW の 第五世代駆動システムは銅の巻線を用いた巻線モーターを採用している。井戸田シェックスは、報告書の中で材料価格の変動が続けば、近い将来、磁石を使わない、マグネットフリーの OEM や一時受けが増えても不思議はないと述べている。高騰は一時的短期的にはさらに上昇か、コストがかかっているのは原材料だけではない。エネルギー価格の高騰が、 工場の経費を圧迫しているほか、EV 開発におけるエンジニア不足もインフレの原因となっている。欧州では、自動車価格の上昇は追跡調査されておらず、値引き幅の縮小もあり、数値で示すのは難しい。伝統的に値引きをしないメーカー、例えばダチアやテスラなどではわかりやすい。しかし、価格追跡が容易な米国では、 ジェフリーズによると2021年に1万2000から1万3000ドル、約140から150万円ほど価格が上昇している。リビアンのスカリンジ CEO は顧客への謝罪文の中で2018年から30%価格が上がったと述べている。アナリストらはやがてロシアに代わる原材料の供給源が見つかり、最初のインフレ要因であるパンデミック後の反発の 動きから市場が落ち着くため、現在の高騰は一時的なものだと予想している。ロシアのウクライナ侵攻が今後どのような局面を見せるかはわからないが、短期的にはさらに上昇するものと思われる。これに、半導体などの部品不足が重なり、自動車メーカーにとっては現在、非常に厳しい状況が続いている。スカリンジ CEO は3月11日に行われた。 アナリストとの決算説明会で次のように述べている自動車業界がこれまで経験したことのないような厳しいサプライチェーン環境を経験していることは間違いない。